十二万系電車は大韓民国の高速鉄道車両である。十一万系の四次車にあたる。当初は韓国鉄道公社の KTX として運用されていたが、現在は全車が SR にリースされ、同社の SRT として運行されている。湖南高速線の開業に合わせ、既存の十一万系電車における問題点を改善した二十二編成が導入され、 完成後初の編成が2013年8月21日に公開された。車両価格は1編成重量あたり335億ウォンである。民営化問題の最中に韓国鉄道施設公団により発注されたため、保有予定だった SR による公募で、車両の愛称がダリアンに一時決定した。 2015年3月31日より、韓国鉄道公社で所有している22編成のうち、10編成が、KTX 山川として、営業運行に投入され、主に、コナン高速鉄道で運行された。残りの12編成は緊急時に運行する予備車として、コナン高速車両整備センターに配備された。2016年12月9日の水彩平沢、 高速線開業により、直前に KTX 山川としての運用を外れ、全車が SR にリースされる形で転属。同車保有の13万系と共に SRT として運行されるようになった。もともとは2桁の編成番号、XX が先頭車両に表記されていたが13万型との区別のためにに、XX 表記に改められている。判例。 ありがとうございます。